こんにちは、よしみです。いつもチャンネルをご覧いただきありがとうございます。前回のジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャン、あわや丈太郎が死んでしまったかと思われた展開だったんですけれども、どうやら新しく現れたスタンド使いに奪われた2枚のディスクを取り返すことができればまだ助かる道があるかもしれないというふうに暗示されていて、ジョリンも刑務所から逃げることをやめて刑務所の中に残ることを決意いたしました。そして野球少年もかつて刑務所の中にいた女性から生まれた子供だったということで、その母親の命を奪ったスタンド使い一体何者なんでしょうか。本日はエピソード6を見ていきたいと思います。水族館結構スタンド使いいっぱいいる系なんですかね。この刑務所の中に懲罰房5年加わったんだ。調べる、あーエルメス、いろんなところにお金を隠し持ってる。ん？何ですかこれ。エピソード6、エルメスのシール。シール、さっきの。なんか唇のマーク。シールよ、シール。怪我をしたんですね、あなたも。まさかそれが。グエス。ちょっといろいろスタンド使い生み出されてるんじゃないんですか。何このシールのスタンドは。その確認の仕方で靴増えてるよ。指増えてた今。まさか高熱のせいで目が乱視に。うわ、割れた。ああ汚い。だいぶ騒いでたもんね今。エルメス。破壊があって一つに戻る。なんというスタンドですか。使い方は思いつかないけど今のところ。便利そうっていう感じだけはすごいする。結構シンプルだけど。お金増やせるやん。あ、こいつだ。というかスタンドにやられた痕跡だ。取っちゃったの。今回エルメスが主役なわけね。このエピソードまだなんかトロッとしたものがついてるよ CD に。ぐにゃぐにゃしてるんだ。めっちゃディスクって書いてあるけど CD っぽいけど。
見えるんだ。でもそんなところに、マックイーン、出た、エオン、エオン書いてあるよ服に。シクシクって鳴かないからね実際には。突然我に返ったね。情緒が大丈夫ない。このなんか反り込みも M の形だし、不思議キャラだわ。なに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 、何する気、何やってるの、ちょっとちょっと、もう展開がさ、もうさ、どんどんわけわかんなくなっていく。好きなんだ。うお、どういう状態？ここでシールで何とかする。シールで。おお。おお、なるほどなるほど。元あったものも破壊できるのね、消すときに。便利だね。ちょっとまだ私の中の動揺が止まらないんですけど。またわけわかんないことしてる。殺そうとしてんだね。どうするどうする。し、そういうことか。常に死のうとしてるんだね。このプロペラ謎ですね。シールで、どうする。鼻を増やしてた。結構もうシール使いこなしてるエルメス。やはり心の病が。なんかトイレからディスクみたいなもの拾ってた。いきなり冷静に。分かってるやん。素早いエルメス。野球少年。神出鬼没だね、しかし。いちいち摩訶不思議だわ。惹かれ合って。そういうことね。ホワイトスネーク。
それそれ。違う人のだけど。記憶ディスクとスタンドディスクね。うわ。リストカットが。電気。めっちゃ穴開いてるよ腕に。食塩水を探すよりなんか早い方法もありそうだけど、死ぬのに。そうね、スタンドが厄介だからね。うわ、本当になんか厄介な方法で試みてる。説得する方法？4年前。トラウマ持ちなのね。ああ、それで囚人に？説得してる。大丈夫それ、いける、その感じで。響く響く、響いてるっぽい。図星なんだけど。その通りです。かなり厄介だわ。あ、正直に言ってる。これも響くっぽいよ。おお、響いた響いた。タラララン。真実の言葉が胸を打ったらしいよ。スイッチになっちゃった。トリガーが。邪悪だね、確かに。ああ、いった。ああ、押してしまった。プロペラが。シールシールシール、どうしたの。おお、おお、おー、人間も。なるほどね。うん、隠してたよ。あ、出てきた。どんなビジュアル？あ、こんな感じ。キッス。頭からいろんなの出てる。なるほど。は
はい、というわけで今回はエルメスの回でしたね。エルメスもあの矢のかけらで怪我をしてスタンドに目覚めていたということだったんですけれども、そのスタンドの名前はキッス。買ったものをどんなものでも2つに増やすことができて、でそのシールを破壊すると元のものを破壊しながら1つに戻るみたいな理解でいいんでしょうか。今回はそのエルメスの元にホワイトスネークの糸でちょっと情緒がねおかしい囚人マックイーンがこう現れたという形だったんですけども、結構新しいこう邪悪さの描かれ方でしたね。弱者として描かれながらもその心の邪悪さが描かれてるっていうような描写でしたけれど、エルメスもね自分のスタンドに目覚めてから結構すぐにあのシールを使いこなして戦っていたので、なかなか有望だなと思いましたけど、というわけでエルメスが、まあ、どうやらジョリーンの仲間になってくれそうな気配もしつつ、ホワイトスネークとの戦いが待っているのかと思います。それではまた次のリアクション動画でお会いいたしましょう。ではでは。